気づけば3月も本格的に始まってしまいました。それなんだよ、3月といえば別れのシーズン。皆さんどうですか？いやけど3月か、なんか全然実感湧かないよね。自分だけでしょうか？で、そのうちね、気づけばさらに4月になってるわけでしょ。新学期よ、新学期。いやー、なんか感慨深いですね、そう思うと。さあ、そういったところで今日の動画の内容としましては、ポケモン SV のみならず、なんとポケモン GO とかポケモンユナイトとか、それだけではなくポケモン系アプリの EX であったりとか、そこについても新たな情報がいくつか出ておりましたので、そこについて共有していきましょうか。いやーけどポケモン SV も未だに盛り上がってるね。まずはこちらをご覧いただければと思いますね。で、具体的な内容としましては、これどういうことを指しているのかっていうところですね。皆さんこちらのポケモン覚えてますか？まあダイバリメイクとか、あとアルセーサー出てこなかったんで久しぶりじゃねえかって感じかもしんないけど、まあ、剣盾以来っすね。で、これダクマなんだけど、ダクマってこれどういう言い方が正しいのかな、まあ、分離進化っていう言い方が正しいんですかね。まあ、表現難しいですけど、まあ、とりあえずね、まあ、進化先がいくつかございますというところで、まあ、これに関しては多くの方が知っているかと思いますね。で、今回ですね、ダウンロードコンテンツが SV において新たに公開されましたと。で、まあ、概要程度しか未だに判明していないので、まあ、具体的にどういった内容なのかっていうところまではまだね、定まってないところかと思います。まあ、本当に概要程度って感じなんですけど、で、今回ですね、まあ、剣盾の時と同様で、分離進化があるんじゃないかということが指摘されていて、まあ、これが今かなり話題となってますね。なので、元となるポケモンが、いて、まあ、どういったポケモンか分かんないよ。で、この3種類に分離進化するみたいな、そういった可能性があるんじゃないかということが言われております。まあこれもね、ぶっちゃけ分からないけどね、どうなんでしょうか。ただこちらかなり話題となっていて、あの有名なセントロリークさんもね、こちらについて取り上げてますね。それは実際には素晴らしい理論です。3つの珍しいスターターを獲得する可能性がありますっていうことで、まあ元となるポケモンが別途いるっていうことですね。まあこれに関しては剣盾でないと結局わかんないですけど、果たしてどうなんでしょうか。はい、まあそんな感じでございます。ちなみにね、追加コンテンツなんだけど前編後編で分かれていて、で前編の方はね、桃太郎みたいなそういったストーリーになるんじゃないかということが言われてますね。で、悪役のポケモンかな、悪役のポケモンが桃太郎役。なんかちょっと悪役のポケモンが桃太郎ってなんかよくわかんねえけどさ、この左のポケモンが桃太郎役で、でこの3体を引き連れてるみたいな。はい、まあ猿であったりとか犬であったりとかキジであったりとか、多分それを表現されてるんじゃないかということが一般的に言われてますが、まあ個人的にもその通りじゃないかなと思ってはいますね。ただ明らかに悪い顔してるからさ、まあどちらかというと悪の桃太郎みたいな、そういったストーリーになるんでしょうか。まあそういったところで現時点でも結構ですね、分かっている情報があったりします。まあ結局なんかこちらに関しても発表されないと分かんないけどね、公式から。で、次行きましょうか。で、次なんですが、ちょっとこちら見てくださいと。で、これね、めちゃくちゃ豪華じゃないですか。やばくない？ポケモン GO 一体どうしたって感じなんだけど。で、先日、ポケモン GO とポケモン SV の連携がついに発表されまして、かなりの盛り上がりを見せておりましたけど、ポケモン GO 単体でもね、すげえっすよ。本当にこれは。で、3月8日の、水曜日から、カラーフェスティバル。こちらのイベントが始まると。で、おそらく動画出るのが8日だと思いますので、まあ今日からですね、こちらのイベントが始まるということで、こちら皆さん各自でご確認お願いします。で、なんとね、ポケモン SV のみならず、ポケモン GO の方でも、レイドバトルが行われておりまして、で、その中で伝説レイドバトルが、ね、なんと実装されていると。まあ自分ポケモン GO あまりやってないからさ、知らなかったんだけど、なかなか衝撃的な内容っすよね。で、鳳凰が登場して、さらにメガレイドでは
メガチャーレムが登場すると。で、まあ、このメガレイドに関しては、結構前からですね、開催されておりますが、なんかこれを見てみると、なんか伝説っていうか、なんというか、ポケモン SB の方でも伝説レイドバトルとかメガレイドバトルとか、なんかそのうち行われそうな感じがしますよね。まあ、そもそもこういったフレーズとか概念が存在するからさ。で、ポケモン GO ではこういったものがあるので、普通にこれから SV でやってきそうな感じがするけど、どうなんだろうなって感じですよ。いや、割とマジで。けど今、最強ポケモンレイドっていうものがやっていますが、ただ、いずれ終わると思うからさ。いずれ終わるので、それを考えると、それが終われば伝説レイドバトルって感じでしょうか。なんか個人的には、ダウンロードコンテンツ出る前に伝説レイドバトルが実装されそうな感じがするけど、まあ、ダウンロードコンテンツ出るのがね、まだまだ先だからね。で、さすがに最強ポケモンのみで繋いでいくっていうのは、現実的に、まあ、ユーザー目線でも結構厳しいんじゃないかなと思ってるんで、なんかここら辺はですね、比較的期待持てる内容かもしれないですね。まあ、ランクマがあるからランクマやれっていう話なんだけど、まあ、ランクマもランクマで、結局、なんだろう、最初の方はみんなやるけどさ、最終的には結構絞られてくるっていうか、人口がどん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 減ってくるわけだからさ、まあ、そういったところを考えると厳しいですよね。まあ、結局、ガチ勢しか残らないみたいな感じですかね。で、次、ポケマス EX っていうところで、冒頭で話した通り、なんかポケマス EX の方でも、結構ですね、でかいアップデートが来ていて、で、新たに情報が公開されてます。具体的にはこちらですね。で、これ見てびっくりしたんだけどさ、めちゃくちゃグラフィック綺麗じゃないですか。そう。これ俺びっくりしたんだよね。やばくないこれ。下手すると、なんだろう。任天堂スイッチのポケモン SV よりグラフィックいいんだけど。いや、普通に。いや、これ本当にすごいよね。いやー。クオリティっていうかさ、なんかこんなに進化したんだと思ってちょっとびっくりしました。で、あとはポケモンカンパニーはプレイヤーがダウンロードコンテンツを購入しない場合、ユニオンサークルを介してパルディアの外で行われる新しいダウンロードコンテンツエリアの一つにいる友人に参加できないことを確認しています。ただし、ダウンロードコンテンツとは関係なく、バトル、トレード、レイドを行うことができます。まあこれね、日本語直訳されていて何言ってんだって感じかもしんないんだけど、これ具体的に何を指しているのかっていうところなんですが、まあ要するにこれね、ダウンロードコンテンツがもうすぐ発売されますよと。で、秋と冬に今のところは予定されているわけですけど、じゃあこれって追加コンテンツ買ってる人と買ってない人って、まあ通信ができるのかっていうところですね。で、例えばユニオンサークルですね。こちらもね、通信に該当するんですが。で、これ繋ぐと結局どうなるのっていうところなんですけど、どうやらダウンロードコンテンツとは関係なくですね、バトルもできるし、まあトレードもね、今まで通りできるし、あとレイドバトルもできると。なので、ダウンロードコンテンツを購入した方は、まあ購入した方同士、逆に購入してない方は、購入してない方同士しかできないみたいな、そういった立て付けになってないから安心してくださいよっていうところを指してますね。まあポケモン SB 買って逆に追加コンテンツを購入しないっていう方は、まあかなり少数派じゃないかなと思うから、まあそんなに気にする必要性ってないかもしれませんが、一応ですね、仕様自体はこちらとなっているので、ぜひ覚えておいてください。まあそもそもこの動画を見てる時点で追加コンテンツ買わないわっていう方っていないんじゃないかな。まあ、もしいるんであればね、ちょっと参考程度に意見聞きたいんだけど、もしよろしければコメント欄にコメントお願いします。まあ、有料ダウンロードコンテンツ、お金プラスで取るんであれば、買わねえわって怒ってる人がツイッター上では結構いるらしいんですが、まあ、結局買うんじゃないかなと個人的には思ってますね。で、あとはこちらですね、別途紹介していたと思うんですが、なんと、最強レイドバトルが発表されました。新たな最強レイドバトルというところで、具体的な内容としましては、すでにアジェンダが公開されていて、その中でポケモンとしましてはジュナイパーが登場すると。で、飛行テラスタル。で、こいつの対策であったりとか、ワンパンする方法であったりとか、そちらに関しては、別途他の動画、おそらく昨日投稿された動画で話しておりますので、ぜひ皆さん、覚えておいてください。で、今のところは、
まあ、いろいろなポケモンで対策ができるので一概に言うことできないんですが、なんかハラバリーがいいんじゃないかっていう話が出ていますね。で、持ち物はメトロノームで、まあ、特攻ぶり、まあ、HP 特攻ぶりですね、努力値の振り方は。で、パラボラチャージ、アシッドボム、充電、冷や水っていうところで、これらの技構成で挑むと安定するんじゃないかということが言われてますが、果たしてどうでしょうか。まあ、ぶっちゃけなんか今までの鉄のシリーズで挑んでも全然いけると思うからさ、鉄のカイナでいいんじゃねえかなと思うんだけど、どうでしょうか。まあそこについては何とも言えないけどね。あとサンダースもね、比較的おすすめとなっておりますので、もしなんか構成であったりとか、どういったポケモンで挑めばいいのかとか迷っている方はぜひそちらの動画を見てください。ただね、かなりの数のポケモンで今回のね、ジュナイパーは対策できるから、まあ、従来の最強ポケモンバトルと比べると、まあ、そんなに難易度自体は難しくないのかなっていうところ。はい、まあ、そんな感じです。で、他にもね、共有したい内容がいろいろあるんですが、まあ、今日のところはこのあたりで動画を終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画見ていただければ幸いです。いやけど、ポケモンプレゼンツも終わって落ち着いたね。いや、割とマジで落ち着いたね。まあ言っても、ポケモン最強レイドバトルとかが今後もやってくると思うけど、なんか個人的には次回のポケモン情報っていつやってくるのかっていうところが個人的には気になってるかな。まあおそらくポケモンダイレクトっていう位置づけで新情報がやってくると思うんですが、まあそこについてはね、おいおいまた話していければなと思ってます。では一旦動画終わっていきますね。最後になりますが、チャンネル登録、高評価、ポチッとお願いします。ではまた。